吉則は日本の実業家、元東海銀行討取元中京テレビ放送会長、初代中部経済同友会代表幹事、1924年東京商科大学卒業、日本銀行入校、1943年日本銀行、松本支店長、1945年東海銀行副討取に就任、1955年に 中部経済同友会が設立されると佐伯後郎とともに初代代表幹事に就任。1959年から東海銀行東踊。1965年トヨタ自動車販売監査役。1968年東海銀行会長。1969年東海銀行取締役相談役。1970年東海銀行相談役。 一橋キリスト教青年会130年史一橋キリスト教青年会歴代支店長。日本銀行東海銀行。東海銀行史、渋沢社史データベース中部地区の産業史、その八東方学史2007年12月1日。東海銀行頭取になった金子義則ダイヤモンド47,959年6月13日号。東海銀行。 東海銀行史歴代役員人気一覧、トヨタ自動車トヨタ自動車販売、モータリゼーションとともに、資料東海銀行、東海銀行史、続東海銀行、東海銀行史、続東海銀行、東海銀行史、続、ありがとうございます。